さあまずは綾瀬さん、はい、こうピッチが似合うスポーティーな今日はスタイルですねはい、うん、コカ・コーラさんのオリジナルのスェットをすごい素敵です、はい、ここから一体どんな動きを見せてくれるのかなというのをなんだかワクワククさせられます <laughs> さあそして中村さんは先日、引退を発表されましたプロ生活26年大変お疲れ様でした。 さあということで皆さんにこの今の気持ち少し聞かせていただきたいんですが今の気持ちですねそうですねまあ少しだったんですけどあのやっぱり、えー、皆さんに支えられてはい今までやってこれたということで感謝の気持ちで今もいっぱいですうもう今ちょっと心の整理もしてちょっと落ち着けている感じですかそうですね少しずつはいさあでは中村さんにとって FIFA ワールドカップとは、どんな戦いなんでしょうそうですね、やっぱり世界が熱狂する、はい、大会ですしあの、全世界のサッカーファンも注目しますしね、で僕は小さい頃から、はい、見てて、自分が実際、ピッチに立ったときはやっぱり足も触れましたけど、やっぱ,やっぱ心も触れるぐらい、はい、いい思い出ですね。はい やっぱりこう自分がピッチに立った時は、こう、ぞくぞくするような、ドキドキ感っていうのは、やっぱりあったわけですね、すねそうですねやっぱりあの、国を背負ってっていうか、誇りを持ってプレーできる場所だと思うんでさあ、では続いて、お二人には、サッカーに関連した企画にチャレンジしていただきます。題して、コカ・コーラフ、FIFA フワールドカップ応援企画、FIFA フフワールドカップ盛り上げ祈願、キックターゲットチャレンジ。 さあということでこの企画綾瀬さんと中村さんで協力してキックターゲットにチャレンジしていただきます今開催国ボトルのラベルの絵柄が入りましたボードが12枚ターゲットパネルになっていますそのパネルを2人で協力して縦横どこでもいいので1列抜いてビンゴを達成していただきます。持ち玉 持ち級は8級ご用意しておりますのでどちらが何回いけるかはお二人でこの場で決めていただいてチャレンジをしていただこうかなと思っておりますさあこのチャレンジ内容を聞かれてアスさん自身の歩道はどうですできそうです低いあたりはいけるんじゃないかと思いますははどうですかやっぱり低い位置が出らいやすいんですかね中村さんそうですねやっぱりあ,あの。 硬いですし上に行くの結構難しいです僕でも多分あそうなんですね、はい、あ、中村さんだったらもうなんかひょいひょい焼けちゃうのかなって今想像してますけどいやいや難しいですよ緊張しますしそうなんですねわ <laughs> かりましたちょっとここ固めてこういう感じですね、はい、今のでもうちょっと強くちょっと固めて足首固めて <laughs> はい。でここら辺ですねをボールの真ん中の下ら辺に ううね、あ、ちょっと浮かせるイメージで、ね、あそうですねそうすると二段目もいけると思います、はい、<laughs> なかなか浮かないですね <laughs> ちょっともう一回聞いてみて <laughs> あ,あ、どうぞ今の浮いてました浮いてます、ね、もうちょっと下やると<あ>もうちょっと下に、うん、はい。おいお、じゃあそのあたりでウォーミングアップは終了ということで<前>そろそろチャレンジしていきますがどうでしょう最初一発目はどっちからいきますか さんでやあじゃあまずは綾瀬さんからチャレンジしていただきましょうさあでは綾瀬さんの最初のチャレンジですいきますまおーすごいお見事です六 <laughs> 番見事に抜きました今のキックどうでした中村さん、まあ、柔らかいし上に行きましたしこれ俺が難しくなりますよねプレッシャーが <laughs> <laughs> この横か。 縦の。立て方がいい立てでもい,いですかね。それでは、2期目、どこを狙いますか。2>, 2番ですね。2番。2> はい、さあ、二番と宣言していただきました。カタールです。さあ、それでは、お願いします。すお見事。<laughs> 素晴らしい。さあ、リーチとなりました。もう,もうこれ。十を抜いたら。 となるわけですがこれがもしかしたら最後のこう一球になるかもしれませんのでここぜひ中村さんから応援メッセージを綾瀬さんに送っていただきましょういやもう決めちゃってください頑張ってくださいいきますさあそれではお願いしますああ惜しいまた浮いた <laughs> 私いあのポジションが得意みたいです,です、ね、逆に難しい <laughs> 難しいのがうまいです、ね 中村さんに決めていただきましょう。安さん応援コメントお願いします。頑張れ。はい。ではお願いします。あれ見なかったことにします。難しい。これもうみんな見ちゃいましたね。あれどうしたんですか。うん。 いや、難しいですよ本当ですか本当に難しいいや、嘘ってもうアヤスさん <laughs> <laughs> すみません、すみません,すませんじゃあ、アヤスさん十番狙いでお願いしますお願いしますちょっともうちょっといきますはい<え>あ,あフレーム<れ> <laughs> 見て見て <laughs> 全部倒れまし <laughs> 全部倒 <laughs> このの方に当たってしまったのは、ラインに当たってしまったのはなしということになりますので。今、あいたものちょっと下げて、もう一度戻していただきましょう。はい、ということで、ちょっと戻しいただけますか、スタッフさん、お願いします。いったかと思いましたね。思いっきり当たってましたからね。はい。しっかりと十番狙っていただきます。それでは、お願いします。 おや、お見事ですかった素晴らしい,いなんだかアンドスターほっとした表情を中村さんから見ることができました <laughs> 見事キックターゲットチャレンジ成功です大きなアクションお願いしますお二人お疲れ様でした中村さんのプレーはいかがだったでしょういやもう100点満点です最後のボードの本当にど真ん中にスパッと綺麗に 気持ちよかったです見ててはい、見ていて興奮しましたね,ね気持ちよかったですね、はい、中村さんは何点でしょう,やう100点満点ですよすあの最初のプレッシャーの中で決めるっていうのは結構すごいですよね,ししね、はい、すごいですねしかも練習ではあんま浮かなかったんですけどうん、うん、やっぱ本番ではあの二番は二列目は本当難しいと思うんで、うん あの、本番に強い方なんだなと思ってはい、感心しました。<laughs> どうです。やっぱりあやささん本番に強いって言われます。周りから。あー、私言われることもあります。お<ー>いや、さすがなところ見せていただきました。<laughs>